ちゃんはマジで絡みがないペコちゃんはマジで絡みなさすぎ。わろた。マジでない。でもね、配信見てるんだよね、祭り。でも配信は見てるよ。企画力あってソロでもコラボでも、もうあ、もうなんかファンみたいなちょっと待ってファンみたいなことを書いちゃった。よしよし、こうやってしとこう。マジガチのなんかオタクみたいなガチなオタクみたいな。どうしよう、うん、あ、そう、前回のハードコア忙しくてね、参加できなかったからね、なんか次回やったらしたいなと思いますね。うん、フータンはね、かわいいよね。マジメスえ、やばい、好きなとこを書き始めちゃってる。はあ、なんか好きなとこを書く回みたいになっちゃったけどはあ、かわいい山地ね、ふーたん可愛いのが好きだ。祭りもマジピンクで可愛い。ふにふに地雷ですみたいなのとかが結構好きだから、なんか一緒に買いに行けたら嬉しいなーって思う。ふーたんと。なんか新衣装がさ、出る前とかさ、これ可愛いと思ってもらえると思いますかねみたいな悩み方をするの。可愛くない自分ではめちゃめちゃ可愛いと思っててすごい好きなんですけどみたいな悩み方をするわけよ。これ結構前の新衣装の時だから、今回とかじゃないんだけど、可愛いと思う。なんかデート前に服選ぶ彼女やんと思って、大丈夫、お前が一番可愛いよっつって本当にはね、その時言いましたけど、いや可愛いな、可愛いなってなってたノエルはね、めっちゃ気にかけてくれるんよね。祭りのこと好きなのかな？俺のこと好きって思わせるのがうまい。うまいっていうか、多分俺のことが好き。いや、優しいとかそういうレベルじゃない。なんか、じゃあ、あのさ、ちょっと落ち込んでるなっていう時に大丈夫ですかとかじゃない優しさみたいな、なんかちゃんと的確なアドバイスとともに問いかけをしてくれるわけよ。で、解決策も言ってくれんの。本当にね、なんか気遣いの域を超えていい人なんだよね。ノエルはね、本当に天才やと思う。時間の使い方も上手。もういっぱい書きたいことある。ノエルいっぱい書きたいことありますけど。え、でも時間の使い方が上手は、一番思うかも、ノエルに対して。船長最近絡みないな。今何歳なんだろう。だって祭りと絡んでくれてた時は、もうちょっと、もうちょっとじゃないよね。もうちょっと、もうちょっと若かったよね、じゃないよね。あぶねえ、今。いや。で、祭りと絡んでた時は2年前とかだから。祭りのリア友、船長推しが多いんですよね。まあ、そうだよね。祭りの友達はさ、祭りに似たような人間が集まってるわけだから、船長好きだよね。
あ、あと祭り思ってるのは、なんかさ、船長歌自信ないみたいな雰囲気出すじゃん、あの人。ま、めちゃめちゃ上手くないか？祭り船長のさ、キュークラリンかな、歌枠で歌ってた時のやつ聞いてさ、度肝を抜いた。ガチで上手いんだけど、キュークラリンって、やっぱめちゃめちゃ難しいじゃないですか。あれをあんなに上手く歌えるの、マジで、ほーんとにすごい。早くライブやれ。現地行きます。なんか、まあ、次行ったことあるんだよ。船長にライブをやってほしくて。こういうライブをやってほしいっていう話をね、したことがあるの、実は。で、どういう感じかっていうと、まず、野外ライブをやってほしいの、祭りは。野外というか、なんかこう、外吹き抜けでもいいんだけど、天井がとにかく高いところでやってもらって、で、なんか、空気が入ったさ、風船みたいな、なんか出てきた船の形したやつを、こう、空をこう、ゆっくり飛ばしてほしいの。ウィーンって。で、そこから、なんかこのさ、なんていうの？船長の手配書を、ふわーって会場中に巻く演出をしてほしいっていう話を船長にしたことある。賞金首になった船長っていう設定のライブ？めっちゃおもろそうじゃない？船長のライブが見たすぎて、勝手に、こういう企画絶対いいと思うみたいな。あ、すいません、船長のこういうライブが見たいわみたいな話を勝手にしました。はーい。Ha ha 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 ha!